はい、こんにちは、くにです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、えー、サンゴの写真をですね、劇的に変化させてみようと思います。えっと、使ってるソフトは Adobe の Lightroom Classic っていうソフトで、で、これはですね、えー、ニコンの D850 というカメラで、えー、サンゴの、えー、浅いところを撮ってるんですけども、えー、この写真がですね、どうやって変化していくかっていうのを、まあ、約10分ぐらい。 10分くらいかけてやってみようかな。で、この写真はですね、まだインスタグラムにとかもうインあげてない、まあ、えー、初公開、なんか初公開さって公開するのはこのインスタグラムしかないんですけども、公開の、えー、写真なんですね。じゃあ早速ですね、この写真をえっと、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、全体的に、 あまずね、どうやって、どうやって撮ってるかっていうと、これ、シュノケル、シュノケリングで浅いとこのサンゴを、まあ、撮ってるんですね。で、ローっていう状態で撮っているんで、ほとんど色が乗っかってません。で、この写真を、まあ、どうしていきたいかっていうと、サンゴがですね、非常にカラフルなんですよ。これ、ここが紫、ここも紫っていうね、サンゴで、ここちょっと赤い。 ここら辺に赤が入ってたりとか、で、この辺のオレンジとかももっと綺麗だったり、そしてこの背景のね、水なんかもですね、もっとブルーにして、えー、綺麗な感じにしていきたいなと思います。はい、早速やっていきましょうということで、そうだな。まずはですね、黒レベル、えー、っていうのをですね、上げていきます。黒レベルを上げていって、あとシャドウを上げていきます。もうこれだけで少しね、あのー、 明るい写真になったと思うんですけども、次にですね、この超重要霞の除去っていうのをですね、少しこう上げていきましょう。はい。で、露光量を上げていきます。はい。だんだんちょっと明るくなってきましたけども。で、えー、次にですね、これ自然なサイドとサイドっていうのを上げていきます。自然なサイドとサイドっていうのは、これ上げすぎると、なんだろうな、えっと、 入れすぎたら美味しくなくなっちゃうなんか出汁みたいな、なんだろう、化学調味料の味がすごくしちゃう感じが強くなるので、まあこれやりすぎるとしんどいんですけども、ただこれ上げることによってすごくね、写真の雰囲気が変わるんですよ。で、まあ半分ぐらい、えー、自然なサイドとサイド上げます。で、次に、えっと、トーンカーブっていう、えー、やつですね。これちょっとこっち見した方がいいのかなこれね、ちょっと難しいんですよね。あ、こう、こうがいいね。これ、あの、左側が、 えっと、なんだ、この。 これ,これ、こ、この左側ね、これが実際動かしているところですね。これ見ながらやると分かりやすい,いす。トーンカーブの、えー、これですね、青の限界突破をします。まず青をクリックして、で、この青の限界値をこう上に、こう、左側にこう持っていくと、これ青の限界が突破されて、より青々してくるんですね。で、これだけで、写真の色がガラッとこう、青々してくるんですね。で、自然なサイドとサイドを上げてしまった結果、えっと、本来、えっと、そこまでオレンジじゃないよっていうようなところまで、オレンジ色してくるんですよ。で、逆に、この 紫色はすごく出てくるんでそれはいいんですけどもこの紫色を残しつつこのオレンジのところのこのドキつく出てしまったところを次の項目、えー、僕がですねあの絵の具のパレットって呼んでるところですねこの色相サイドコードっていうのをですね変えていってくれる、えー、やつがあるんですけどもまずですね、この色相っていうところをちょっといってみようと思うんですねでここの出すぎているのがおそらくイエローとか、まあ、オレンジっていうところなのでイエローオレンジを少しさ触ってみましょうはい。 うんあんまり変わらないこれ色相というよりはどっちかって言ったらサイドだと思うのでじゃあサイドを少し下げていくとはいあこんな感じでどぎつかったオレンジが少し柔らかくなりますねでオレンジもちょっとイエローとオレンジを下げてあオレンジを下げていくとこんな感じでどぎつかった色が少し相殺されてきますただやりすぎるとモノクロになっちゃうんで、まあ、これはこれでねあの青と、えー、紫の世界っていう感じで表現が でできるんでこれすごい面白いななんて思うんですけどもまあこういうやつもあるけどもこれはそこまで下げると変な感じになる逆に上げるとこんな感じになりますね僕はちょっとオレンジを少し下げたいのでオレンジの、えー、サイドを下げてあげます、はい、こんな感じでいきましょう、えー、次にですねノイズが少し乗っかってるのでノイズをちょっと除去してあげて、えー、色白さんの除去ってこれねあんまりよく分かんないですけど保険的な感じ入れておきます で、最後、ええー、ブルーの、えー、色座標値。これをね、少し上げてあげると、よりブルーが綺麗になるんじゃないかなと思うので、少し上げる。そして、赤をもうちょっと足してあげる。よいしょ。はい。こんな感じ。はい。で、一回ちょっと全体を眺めてみて、そうですね。この後ろの水をもうちょっと、えー、際立てさせたいので、この辺の、おそらく色相の、えー、ブルーをいじってあげると、より青が濃くなる。 そしてアクアも入ってるんで多分アクアをこう見てあげるこんな感じなるほどこの辺は好みですけどちょっとアクアを下げ目にしましょうで、えー、輝度輝度っていうのはそのものの色のえっとなんだ色の、えー、明るさを調整してくれるので明るさをちょっと上げてあげる下げてあげるって感じでこれだけ変わるんですねちょっと明るさを調整してあげましょう明るくしてあげる えー、アクアのアクアルさも少し調整してあげて。で、さらにサイド。サイドはそれほど調整しなくていいですかね。まあ、ここまででどんな感じかっていうと、このくらい変わってます。よいしょ。はい。こんな感じですね。もうちょいなんとかしたいですね。これはもうちょっとなんとかしたいので、もう少し頑張っていきましょうか。うーん。最終的なゴールが。 いまいちまだ見えてない中、もう少しトロピカルな感じを出したいので、そうですね。霞の除去もうちょっとしてみようかな。霞の除去って上げれば上げるほどですね、ちょっと濃厚になってくるっていうか、やりすぎると黒が際立ってきちゃうので、あんまりやらない方がいいんですよ。で、えっと、その分黒レベルが上がっちゃうので、黒をだだ、黒レベルで、黒レベルを上げてあげる、あ、黒レベルが、 霞の除去をすると黒レベルが下がるのでその分黒レベルを上げて相殺してあげるとでこれあんまりやりすぎるとちょっとこう空気とかなくなってくるんでこの辺はまあお好みというか、まあ、自分のねあの着地点を見ながらやってほしいんですけども、えー、こんな感じで元々のちょっとエロ温度が6000ですがちょっと下げてみるはい冷たい感じ上げてあげるとあっかい感じでちょっと上げてあげる方がいいかなと6 2 0 0ぐらいまで上げましたはいこんな感じ で、えー、最後、明瞭度を下げてあげるとメルヘンになって、上げてあげるとカッチリするんですね。で、この辺は明瞭度あんまり関係ないというか、触んなくていいかなと思うので、明瞭度は触りません。そんな感じかなってな感じで、だいぶ完成してきましたけど、どうかな。これだけ変わりましたね。そうだな。もうちょい明るくしてもいいかな。 自分の好みとしてはもう少し明るくしてもいいかなと。よいしょ。明るくしていこう。明るくすることによってハイライトが明るいところが潰れてくるので今度ハイライト下げましょうか。ハイライトとあと白レベルね。白レベルっていうのはハイライトの中でも特に明るいところを、えー、柔らかくしてくれるんでこの辺はこの2つを使い分けてやってほしいんですがこんな感じになります。どうかな ちょっとシャープあげようかな。シャープ、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 あったシャープを少しあげると、えー、写真そのものがくっきりしてくるんですが、やりすぎるとノイズがまた入ってくるので、あのそんな上げなくていいかな。こんな感じで。うーん、なんか違うなー <laughs> やりながら思う。なんか違うぞ。えー、何が違うんだろう。 なんか白っぽいんだよな。これどうしたらいいんだろう。白っぽくなりすぎているので、もうちょっと霞を除去る。あとちょっと霞を除去る。いや、おかしい。これも違う。いや、これはやばい。やり始めるパターンになるかもしれない。やり直すパターンかもしれない。マジかー。なんか違うな。なんだろうな。こういう時はね、一回ね、こいつを保存しときましょう。保存というか書き出して、置いときます。 はい、一回書き出しときますね。で、これ初期化しちゃいます。ちょっとなんか違う気がして、もう一回やりますね。こういうことあるんですよ。やばいな、10分ぐらいでやりますとか言いながら、これちょっと時間がかかるパターンですね。初期化しちゃおう、ドーンと。はい、初期化。もう一回やりますよ。うーん、難しい。 ええー、露光、ちょっとやり方変え露光量を上げて、ま、あ最初に霞の除去をして、で、黒レベルと、シャドウを上げて、ええー、自然なサイドを上げます。サイドを上げなく方が良かったのかなサイドを上げないでいこうか。サイドを上げないでいこう。自然なサイドを上げて、サイドを上げないでいこう。で、青の限界を突破させ で、上げすすぎぎるると青青くななりすぎるから、青の限界はそんなに触らないこでえー、ブルーで、色相のブルーで青をもう少し強調してあげてみましょうね。あなるほどね。で、えー、サイドを、えー、ちょっと上げてアクアを下げてあげる。で、え輝、ー、度、輝度を少し上げてあげる。アクアの輝度を少し上げてあげるっていう感じで、 えー、強調したいのがパープルのこのサンゴなのでこのパープルのサンゴの色を少し変えていこうパープルとマゼンダがおそらく入ってるのでこの2つで色変えていきますパープルとマゼンダでこのあ、えー、ピンクっぽいサンゴの色をちょっと強調していきましょうなるほどこういうふうにやった方がいいかもなさっきはえっとサイドを爆上げしたんですけどサイド上げるとちょっと えー、全体のバランスが崩れる崩れるっていうのはまあ料理でいうと濃厚になりすぎちゃうのでで濃厚になった分油を吸おうっていう作業をさっきしたんですけどもそうするとですねすくいきれない油がやっぱりにじみ出て臭みが残るような写真になっちゃったのでその臭みをやっぱり取り除くためにもうサイド自体を初めから上げないようにしましたで、えー、他のその上げたいサイドのところだけを部分的に上げてみました それでもやっぱりイエローとかがちょっと乗っかってきちゃうので、まあオレンジなのかなどっちかっていうと。オレンジだな。オレンジの、えっと、サイドを下げよう。うん。ちょっと下げる。で、イエローのサイドも少し下げてあげる。はい。で、ここでちょっとチェック。あ、なんかさっきよりいいかもしれない。さっきよりいいかもな。さっきなんかノーペーンっていう写真になっちゃったんで、でこれって っていうのがですね、毎回毎回現像してる中で、理由がよくわかんないんですよ。結局なんでこんな味になっちゃったんだろうっていうのも、わからないで、で、結局そのまま調味料を継ぎ足したり、水足したり、煮詰めてみたりして、わけわかんなくなっちゃうってこと多いので、そういう時は一回リセットしてください。リセットすることによってもう一回作れるので、で、一回目の失敗というか、まあ課題点をもう一回修正し直すっていうことが可能になるので、まあそういうのいいかなと思います。で、今回は、 こんな感じでだいぶいいなと思うんですけどもどうしようかなマスクとか使う必要はないかなと思うんですけどうーんちょっとマスク使ってみますかマスクっていうのはえっと円形フィルターって えー、円の中もしくは外を選択ができてでその外もしくは中だけを、えー、色を変えたりとか、えー、できるっていうソフトなんですねソフトというか機能なんですけどもマスクをちょっと入れてみますでマスクを入れて何をするかっていうと、えー、この水の部分と、えー、サンゴの部分をちょっと色合いを色合いというかこの明るさをね、えー、変えてみたいなと思いますでちょっと待ってこれ今どっちなんだ あ、これは今外側が変わるよっていう感じになってるので、この外側をちょっと変えるのではなく、えー、反転して内側を変えてあげると。反転を押すと、今度この内側が,か内側が変わるので、内側の露光量をもうちょい上げてどうなるかっていうのを調べるんですが、あんまり上げない方がいいですね。これ逆に待てよ。 海側の露光量を少し上げてみましょうか。海側の露光量を上げつつ、ちょっと自分のテイストで色温度を少し上げていきましょうか。はい。あいいっすね。変わりましたね。自分の好きな色になってきた。これで、えー、っと、なんかこの青の中の黄色っていうのが結構好きで,で、これで結構自分っぽくなってきましたね。自分、国色というか、自分のことを国色っていうのが気持ち悪いですけど、 っにななたかなと思います、うん、あ、いいかも、はい。で、えー、メールを少し下げてあげて、霞を何もしちゃダメだ。霞は何もしちゃダメってことで、はい、これで完了すると、よいしょ。はい、こんな感じでなりましたね。で、やっぱり、なんだろうな、この主張してくる、えー、イエロー。 サンゴのイエローが強すぎるんじゃ、ということで、えー、サイドを下げると。キーを下げるとね、もうモノクロになっちゃいそう。あ,あんまりやらないほうがいいんだよな。えー、っとですね、オレンジを下げてあげる。ああオレンジ。ここが難しい。一番難しいポイント。こんなもん。 上げるとこんんなになっちゃうんで下げたでも下げてあげるとちょっと無機質感が出ちゃうので難しいとこだなこれ3号はこんなもんかなと思うんですねじゃあ今度えっと見た目の問題なんですけど、えー、これはですねフィッシュアイで撮ってるんですけども左右のバランスがうまいこと保っててません、えー、この3、えー、分割の構図のこの上のこのラインの えー、ここを見てもらうと、こう下がってますよね。で、こっちは上がってますよね。この分、水平がずれてるんで、これ、これを水平にしてあげる。こんなもんかな。それで、えー、完了と。そうすると、えー、何をしたかっていうと、水平、あ、また、もっともっと。よいしょ。こうしてもうちょいかな。よいしょ。ここと、 ここが同じぐらいになると。ここと、ここ。今、だいぶよくなったかな。サンゴの水平を直してあげる。ここに35ここに35なんだけど、まだですね、これ結構ずれてるのこのくらいまでいかないためか。さすがにフィッシュアイの良さがなくなってくるけど。でも、こんだけ写真がずれてるってことなんですよね。よいしょ。はい。 ということで、やっとこれで右と左のバランスが取れたんですけども、これやりすぎると今度、その写真のですね、良さが、この広がりがなくなっちゃうので、一回初期化して落としどころを見つけようと。で、じゃあただあとはこの写真がどれだけこの平行がずれてるかが、どのくらいみんなが気になるかなんですよね。ちょっとケツ、6人、5人、4人、どうですか皆さん。これ、切り刻んだ方がいいと思います。この生の、 えー、切り刻まない状態の写真からちょっと切り刻んででも水平を保った方がいいのかどうかっていうのがすごく難しいんですけどここまで水平を整えるとだいぶね、えっと、フィッシュアイカンがなくなっちゃうんですよねこんだけずれてるんですよこうすると水平というかここのえー、なんだろうな上からまでの距離が保たれるんですねだだけどこれやるとだいぶ 写真の奥行きと、写真の奥行きがなくなっちゃうんですよね。だから奥行きを撮るのか、それとも、この水平を、バランスを取るのかっていう問題で、ちょっと自分の中で奥行きの方がいいかなと思うので、これもしかしたらこのままずれたまま残せるかもしんない。この方がいいかなぁ。うん。こっちで行こうかなぁ。あとはね、この辺の青とかも出したいんですけどね。部分 こういうのはブラシツールっていうのでちょっとこうこの辺の青をえー青青この辺で青ああ間違えたえっとブラシツールやってあげてこの辺の青をより際立たせてあげるといいのかなとこうやってどーっと選択してこの辺のえ選択が完了したらえここの青だけをうまいこと出してあげるという作業をしてあげる まあ青っつってもねちょっとした青なんですよねこれちょっと変な青になってるんですけども奥行き日表ああそうですよね分かる分かるっていうかありがとうございますあーみーらーさん奥行きがあった方がいいですよねやっぱりでこれはやめようこれ変な色になるんでやめましょうはいさよなら削除あ間違えた削除色は変えなくていいかなまあこんな感じですね これでだいぶいいいぶのかなと思います、はい、こんな感じここまで変わりましたよっていう写真ですね。写真じゃない、えー、絵ですね。でこれを、えー、っと書き出していって、これを書き出していこうかなと思うんですけども。 まあ最近はですね、もう、あの、マジックの手根明かしじゃないですけども、自分のですね、こういう現像とかレタッチがもう、あの、ある程度定着したし、まあ隠しても仕方ないというか、まあ出していった方がですね、よりいろんな意見をもらえて、自分のさらに、えー、進化につながるかなと思うので、えー、まあ、 YouTube とかでねあのやり方とかもどん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 出してるのでまあ機会があったらですね今どういうことをやったのかっていうのを、えー、もう一度初心を変えておさらいしてるような動画もあるのでそういうのを見たりとかしてもらえるとバババッとこう現像した感じがまあどういう感じで現像したかっていうのがわかるかなと思いますはい、こんな感じでトロピカルになったんですけどもどうでしょうかもうちょっと色をえー、<coughs> どうかな もう少し明るくしてもいいかなという感じ。どんなかなマーコちゃんお仕事してんのかなあの人。大阪いんのかおはようございます。皆さん。マーコマインド。今見てるか見てないかがわからないんですけどね。これ。今見てる用マークがついてんのかついてないのかっていうのがわからないから何とも言えないんですけど。あとこの辺がなんかちょっと。 霞んでるんでで、るこれががすすごい気にななな。るんですけど、まあ、しょうがないかなこっちの方に多分太陽があって明るさが出てるのでまあでもこれでいいかなうーん矢ビき綺麗だな行きたいな矢道最近ねクジラが出てるみたいなんですよね矢道なので行きたいんですけどちょっと今ですねノーゲスでしかも今日はあのサップ行ってきます僕。 昼から海行ってきまーす。サップライブするんで見てみてください。海の上で、まあ、携帯持ってって、えー、っと、怒ったら携帯水没しちゃいますけど、そのドキドキ感も味わえるかもしれないので、もしくはやめとけって言われたらやめます。ただ、ジップロックに入れてる、あの、行く可能性もあるので、サップライブ中継やるので、ぜひ見てくださいね。って、な感じなんですけど、曇っちゃってんな。くしょう。まあ、こんな感じで、 1、えー、一枚現像が終わったので、1回ライブ、えー、終わって、で、また新たにライブしたいと思います。ということで、これが今日のピックになる可能性があるので、えー、チェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、レオウンさん、ありがとうございます。はい。1回閉めますね。で、また、えー、立ち上げるので見てみてください。